はい、本日はですね、ナイキのエアホースのゴアテックスのスニーカーをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、僕のチャンネルは基本的に服とか紹介すること多いんですが、まあスニーカーとかはね、あんまり再生回数伸びひんからやめなさいというふうに分析の方から言われてるんですけども、今回このナイキの方であればもしかしたら親和性があるんじゃないかということで、ナイキならいいよということで、でしかもゴアテックスやからさらにいいよということで、購入させていただいて動画にさせていただくことになりましたので、まずはね開封していきたいなと思います。このようにポーンと開けていくとですね、まあエアホースなんで、まあ、形としてはよくある形です。こんな感じと、今回ブラックをね購入してみました。で僕ね、今までねこのエアホースの白の方は持ってたんですよ。で白の方を持ってるから、まあサイズも一緒でいいかなということで、こちらね今回ブラックのゴアテックスバージョンを購入させていただきました。はい、まあ履き心地はね普通のいつも通りのエアホースかなと思うんですが、これあとね防水になったじゃないですか。でまあ防水になったんですよね。ほんで値段がねいくら変わったのというとね、値段がですね、本来のエアホースってだいたい今1万2000円とか1万円ぐらいで購入できると思うんですよね。だいたい1万円前後っていう感じだと思うんですけど、このゴアテックスの方はですね、僕購入したら2万4000円ということで、まあ、だいたい2倍 2.5 倍くらいするんで少し高いんですけど、購入してみました。まあ本当にね防水性以外はね特にね違いってないんですよ。だからいつも通りのエアホース、エアホースってね、だいたいメンズは1回は通るでしょう。中学ぐらいの時か高校ぐらいの時かにエアホースの白ってもう絶対買うでしょ。そしたらボロボロになってきてね、また金のあるやつっていうのは同じ白を新しく買いよるんですね。でもう僕なんかお小遣いってやってたから、もう金ないからね、もうもうエアホースはやめたって言って、でダンク行ってみたりとかね、ダンクロー買ってみたりとかしてたんですけど、まあ、そういった思い出のね一足かなと思いますが、こちらですね、エアホースのゴアテックスである。ちょっと中身の模様が若干違いますかね。中のこういうイラストっていうか、ゴアテックスってこれ入ってるんですけどもね、ここの模様というか柄が違うかなと思いますが、それ以外の仕様は特に変わっておりません。でね、一見で見た時にね、ここのね、まあ、トゥーの部分っていうか先っちょの部分ってね、このまあここは革になってる合皮やからええんだけども、ここの部分ってメッシュ素材とかキャンパス地やから濡れんちゃうのと思われる方もいらっしゃると思うんですけど、ご安心ください。ここの表面とあと裏側の間にメンブレンっていうねゴアテックスが入ってるので、まあ、濡れる心配がないよということなんですね。まあなので一度ね、こうやって濡らしてる状況をね、見てもらったらわかるかなと思うんですけども、まあこれからのちょっと梅雨時期とかでも安心して履けるような感じになってるんかなと思います。で、特徴としてはエアホースの特徴喋ろうとあって、そんなにないんですよ。これで終わり。次はね、デメリットいきたいなと思います。で、とはいえデメリット何なのかというと、やっぱり重たいですね。普段バンズとかやったらね、300グラム台とかで多分あったと履けるだと思うんですけども、このエアホースね、450グラムぐらいあるので、まあ、両足でだいたい1キロ近くあると考えるとね、まあ、少しちょっと重たいかなっていうのはあるんですけど、それこそ最近とかやったら結構軽いシューズとか歩きやすいシューズって多いじゃないですか。その中に比べるとちょっと重たいかなと思ったりしますが、まあその辺がね、唯一のデメリットかなと思います。まあまあ履いてる方がほとんどやと思うんで、人生で一回は履いたことあるって方がほとんどやと思うのでね、まあまあ別にそんな感じで、で次のおすすめの人とかはね、こうまあエアホースってスニーカーでもあるけど、こうブーツ的な感覚というか、このちょうど間にあるじゃないですか。スニーカーほどこのなんか軽さとかはないし、こう機動性とか走りやすさはないんやけども、かといってじゃあブーツほど履きづらいかって言われたら、まあ、そこまでじゃないから重量感もあって、こうまあ足守ってくれる感じがあるんで、スニーカー以上ブーツ未満っていうね、微妙に絶妙な立ち位置ではいてると思うんですけども、まあ、僕個人的にはね、ただこれで2万4000円ちょっと高い気はせんでもないんですけど、まあ、これがねエアホースの防水スニーカーということになりました。まあ、今回レビューはねめちゃくちゃ短く終わりますけども、まあ、今後履いていく中でいろんなゴアテックスのスニーカーを何足か持ってるんで、まあ、それと比較した時にどう違うんかぐらいの話はねまたしたいなと思いますので、今日はこの辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね、エアホースのゴアテックスのスニーカーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。